んにちは、まるさんです。つい本屋さんとかね、コンビニの雑誌コーナーとかでつい買ってしまう買ってしまった雑誌を紹介する、動画を作ってます。もうこれね、さっさと紹介しないと次の子が出ちゃうので、紹介します。買ったのはこれです。アンアンナンバー2162、1月7日号たって、もう表紙見て分かる通り、天気の子ですよね。特集がですね、体感する映画、見て聞いて触れて感じてということで、どんな雑誌なんでしょう。中身をねパンって写しちゃうといろいろ問題があるので紹介するだけです。こういうことになります。体感する映画、夏の最新ヒット映画から見逃せない不朽の名作まで、見て聞いて触れて感じてということで、いきなり、天気の子です。ひなさんがね、空飛んでるとこだ。まず、体感する映画アニメ1、天気の子紹介されてます。企画プロデュース河村元気さんよりメッセージとか、それから、完成直後に直撃新海誠監督ロングインタビュー、あとは、大悟小太郎さんと森奈々さんの対談、それからね、ラッドウィンプスが語る物語と響き合う音楽の作り方。ここね、気になることがあって、歌物がね10曲作ったんだけど、いわゆるサウンドトラックには 5曲入ってないっていうのがあって、それがいつ聴けるのかななのって、どうしようかなっていうのが書いてあります。なんだろう、気になります。それから、神木隆之介さんがナビゲート、新海誠6作品の魅力を大解剖、星の声、雲の向こう、約束の場所、秒速5cm、星を追う子供、音の葉の庭、君の名はですね。で、次がですね、体感する映画アニメ2ということで、トイストーリー4が紹介されてます。これもね、いい映画みたい、なかなか。あとはアニメ3、3番目ペット2、これね、バナナマンが語ってます。吹き替えの楽しさ、これね、デュークとマックスのキャラクターがいるんですけど、なんかそっくりなんですよ。これが面白い。あとはですね、二の国アニメ4ですね。新田真剣佑さんと、永野芽郁さんの対談、アフレコ対談、ね、二の国も楽しそうですね。あとは新作でいっぱい紹介されてます。ライオンキング、ヘルボーイ好きなんだよね。アルキメデスの対戦、ヤマトか、のがあって、あとはヒロインの紹介とかですね、ありますね。小田切城さんもやってます。で、そうこんなのもあるんですよ。竹内涼真さんと、天気の子でもね、ナギをやった、桐生さくらさんの出た初恋ロスタイム、とてもなんか新作で楽しいですね。で、ね、この号がね、なかなか本当にこの夏映画を楽しみたい人には、今のうち買っとかないともう次の号出ちゃいますので、これ買っといた方がいいかもしれない。で、しかもですね、ここ、センター16ページスペシャル天気の子アートブックというのがあって、これがまたなかなかいい出来です。絵コンテが出ていて、そうですね、あと作画、ひなさんの作画も出てますね。それと、あと美術設定、菅の事務所、それと、ひなのアパートですね。それから背景、やっぱり出てますね。それから制作現場、こんなのも出てます。あとアフレコのシーンですね。これはね、真ん中の16ページだけだから、真ん中だから、ちょうどこれポチキスじゃないよね、とポチキス外して真ん中だけ撮っとくっていうのもありかもしれないです。それとね、これ面白い、本当にこれいいなと思ったのは、もしも
いわゆるマーベルのヒーローものが好きな人、これ絶対買っといてほしいです。マーベル、今からでも遅くない、今日から飛び込むヒーローの世界、マーベル映画にどっぷりハマろうっていう特集がついてます。でね、マーベル映画は何なのかっていうのがね、6人の主要ヒーローをチェック、アイアンマン、ホークアイ、ソー、キャプテンアメリカ、ブラックウィドウ、ハルク出てますね。あとその他のたくさん、ヒーローが出てます。それから、今マーベル映画、今フェーズ1、それからフェーズ2、フェーズ3が、いよいよ 今やってるスパイダーマンで終わりかな。その辺の全作品が紹介されていて、まあ、さあこの後どうなりますかっていうのが書いてあります。本当にね、マーベルヒーローものを今から見ようっていう人たちもこれガイドとしていいかなと思います。それからこれがね楽しい、仮面ライダーについて書いてます。何なんですよ、仮面ライダー愛が止まらない辻村瑞希さんが、瑞希さんが語る仮面ライダー愛。あの辻村さんがですね、どうやらお子さんとが3歳の時に見た仮面ライダードライブ、先ほどの、龍馬さんですよね、で仮面ライダードライブに心奪われてから仮面ライダーの愛の扉が開きと書いてありまして、最近 どっかでね、女の子がこう広物見るのどうかみたいなのがあったんですけど、全然問題ないですよ、この仮面ライダー愛が止まらない辻村瑞希さんが語る仮面ライダー愛、これもねなかなか楽しいです。今ゲイツ、あ、ゲイツじゃない、今ジオをやってますよね。でもう次の仮面ライダーがいよいよ発表になったのでね、ゼロワンっていうのが出るそうですが、それ以外もアジアの映画の紹介であったりとか、楽しいですね、あとはね多分女子向け、というわけで、そうそうそう、この今出て次がねもう8月の7日に出ちゃうので、その前に、このアンアン、買っとくといいと思います。2019年の夏映画を楽しみたい方、このアンアンの方はね、本当におすすめです。売り切れないうちにぜひ入手してください。富士山見るなら山中湖、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。